今回ですね、上田商店もつ鍋、福岡発こだわりの一品ということで、このもつ鍋を食べてみようと思います。福岡の方で、こちらの上田商店、結構人気のようで、上田商店ですね、精肉店ということで、美味しいお肉があるんじゃないかなと思って期待してます。で、2面の方にこのように、原材料などが書いてあります。 でこちらの原材料の方ですけれども、もつ鍋セットということで、韓国風辛味噌味という風になっています。で内容が、ちゃんぽん麺、国産、牛小腸、鍋用スープ、コチュジャンあ、スープの方にコチュジャンとか、ニンニクとか、味噌とかですね、こういうのが混ざっていて、あとコラーゲンスープ、うんと、あと、生姜、 赤唐辛子、ニンニクスライス、か、えー、水、これはまあ麺の方なんですかね、どうなんですかね、か水カロチノイド、色素とか、えー、こういった感じで入ってます。で内容量の方が全部で 955g、約 1kg ぐらいですね。ちゃんぽん麺で 200g が2つ、国産牛小腸が 100g が3パックで、鍋用のスープが 200g が1パック。 で、コラーゲンスープ 50g が1パックでにんにくのスライスが 3g で1パックで赤唐辛子らグ 2g が1パック入ってるというような内容になっていますで確かこの時ですねなんか増量キャンペーンみたいなのがあったのであのー、国産牛小腸のこの 100g3 パックっていうのが、えー、もう1パック入っててちょっと増量になってました確か 200g ぐらいの大きさの え2倍ぐらいの大きさのものが入ってたのであのこれよりもちょっとですね分量は多く今回は入ってると思いますそしたらですね中身の方なんですけどもこのような感じで今回の博多もつ鍋の方上田商店博多もつ鍋のこの美味しく作る方法ですねまあ QR コードから動画の方でも見れるようですけれどもまあ材料にキャベツニラ あと木綿豆腐とかきのこ素揚げごぼうなどお好みの野菜を入れても美味しくお召し上がりいただけますということで書いています、まあ、このような感じの内容をですね参考にしながら作るといいと思いますで今回のこのパッケージこういうふうな内容ですけれども一応ですねえー、っと冷凍でこれ届いてるんですけれども ここにも書いているように、お召し上がりの前日に冷蔵で、冷蔵庫で解凍します。ということで、もうこれ1日前に冷蔵庫の方に移して解凍しています。はい。そういう状態になっています。で、水の方ですけれども、今回辛味噌なのでスープの量がだいたい 600ml ということで、えー、計量器で計測して600入れて、 でこっちのさっきの辛みその方あ、まあこれから出しますけれども辛みその方を入れていくっていう感じになりますはいあとはこの手順で、えー、持つ野菜コラーゲンを入れて沸騰させてキャベツがしんなりしたら出来上がり出来上がりであとは赤唐辛子と辛がとにんにくを入れてちょっとずつ食べるというふうな感じだと思いますはいで締めの麺は えと石に踏み込んだら食べ頃になるということで書いていますそれでは中の方を見ていこうと思いますあその前にこれこっちもちょっとですねえー、と上田商店のインターネットでもご注文を受けたまってますということで水炊きであったり九州産の和牛博多もつ鍋まあ今回はこのもつ鍋っていう感じですねで醤油白味噌白塩味なんかも取り揃えているということではい でこっちにもつ入り焼きラーメンこれも美味しそうですね、まあ、博多といえばやっぱり水炊き有名なのでこの辺もすごく美味しそうだなというふうにちょっとこれ見て思いましたはいこういう具合ですねでまずパッケージの方ににんにくにんにくと唐辛子。これ入ってますでコラーゲンがこんな感じこういう具合です でコラーゲンと今回の辛みそ韓国風の辛みそのスープがこのような感じあとはこれが 100g1 パックのもつですね結構脂身もあるので脂があってプルプルっとした感じの、えー、しっかりとした濃厚なタイプのもつ柔らかくてプルプル感のあるもつを食べられそうだなと思います、はい これすごく美味しそうですねでこれが3つ入ってるんですけれどもこっち側にもう1つこれが入っていてこれが大きさ触った感じも2倍ぐらいあるので多分 200g ぐらいでこれ 100g ぐらいっていう感じで確かこれが増量パッケージなんかお買い得の増量パック で確かあったような気がしましたはいでちゃんぽん麺ちゃんぽん麺の感じはこのような具合ですね、はい、ちょっと太麺のもちっとした感じの麺で軽く入れて食べると美味しそうですではここからですけれども実際に鍋の方に 具材などを入れた時の様子ですスープの感じはこのようにですね結構赤みがかっていて辛さがしっかりと効いているような感じの見た目になっていますあと野菜ですけれどもキャベツとごぼうをちょっと入れてで豆腐という感じで入れてみましたあとはですねニラを上の方にサッと入れているような感じになっていますでこのニラですけれども やっぱりあの程よく煮てシャキシャキの食感残りながら食べた方が美味しいと思うので、えー、少しずつですね追加しながら沸騰した最初にこのまま用意してあとはあの沸騰してからちょっとずつ美味しい状態で食べるような感じで食べましたで今回このもつ鍋食べてみて味なんですけれどもスープがすごく美味しくて良かったです で上に唐辛子乗っかってますけれどもこの唐辛子が結構効いててです、ね、辛さがしっかりとあるタイプで、うん、結構辛いかなという印象でしたでもつはこういうふうにです、ね、あのコラーゲンというか脂身たっぷりついててとろっと柔らかくなってるんですけどもあの腸のこの肉の部分ですかねその部分は結構しっかりとしたあの歯ごたえがあるという感じになっていますそして今回のこのもつ鍋ですけれども もつの量が1 0 0ムということだったのでまだあの一人当たり1 0 0ムということでもうちょっと食べれるかなと思ったんですけどもこのもつ結構あの今さっき見てわかるように脂身の部分が結構しっかりあってトロッとした感じで美味しいんですけれども結構こってりしてますのでだいたい1 0 0ムぐらいあればいいかなっていう分量にはなってますで今回は2 0 0ムのあの追加の分も、えー 入れて追加で全部食べたんですけども、うん、だいたい食べきったんですが、えー、かなりお腹いっぱいになりましたで少し残しておいてこのスープで翌日にラーメンにしようと思って取っておいてラーメンにして食べるとそれも良かったですはい次に締め用のですねシャンポン麺なんですけれども途中である程度食べてから、あのー、途中で入れて食べました このちゃんぽん麺ですね、12分ぐらいあの茹でたらもう温まったらすぐ食べるような感じですごく美味しかったです逆に長く茹ですぎてしまうと麺が少し柔らかくなってきてしまうなっていう感じがあったので本当にもうあの解凍した麺をですねさっと入れて麺がもう温まったらすぐ食べるという感じでちょうどいい硬さになっていたのでそれであのスープにもこのちゃんぽん麺の 風味とか麺の風味とかがよく合っててすごく美味しかったです今回のこのもつ鍋上田商店のものですけれどもお肉の臭みこの辺もですね全然なくてトロッとした食感でとても美味しかったです、まあ、ご飯にもよく合いますけれども麺と一緒に食べてもよく合いますのであのご飯と麺と最後に雑炊とかしても美味しいですし先ほどちょっと話したようにスープ残った分を取っておいて 翌日にラーメンにしたりこのスープをちょっとですねもうちょっと濃い味にしたりしてつけ麺にして食べたりしても美味しいと思うので、えー、このスープを利用していろいろ料理あの後で応用して使えるなっていう感じもありましたそしてあと美味しいですねお肉とスープすでに用意されているのでもうめ解凍して鍋に入れて温めてあの野菜投入してそれであと食べればもう すごく美味しい鍋ができるので、手軽でですね。それもすごくいいところです。野菜も今回はニラ、キャベツをメインにしましたけれども、まあ、玉ねぎとか入れてみたり、えー、他の緑の、あの小松菜とか、えー、そういった緑系の緑の強い野菜、春菊とか、そういうのも入れても美味しいかなと思います。 あとは最後にですね上田商店の,あのパンフレットみたいなところに、えー、もつ鍋焼きラーメンとかあと水炊きそちらの方もですねあのセット内容すごく美味しそうだったのでまた何か機会がある時に食べれたらいいなと思います